皆さんこんにちは、秋総裁のコーチです。今日の話はですね、最近、実はちょっと会社の方多忙なんですね。その中で、当然葬儀社ですから、亡くなっていかれる方の死因というの、この中でちょっと目についたのが、最近すごく死因で多いなと思ったのが誤嚥性肺炎という、死因なんですね。この誤嚥性肺炎というのは特に高齢者の方でよくあった、よく痰が詰まったとか、やはりどういうんですか、そういう抵抗力が下がる、加齢によるものとか、どうしてもそういう我々元気な人間には気づかんことというか起こり得ないことがやはり高齢になるとよくある。で、特にやはり痰が詰まってそれで窒息というような感じとかですね、それで亡くなっていくという方が非常に多いなと。特にこの1週間ですね、そういう死亡診断書を見てえっと思うことがあったんですね。我々人間というのはいつ何が起こるかわからないというこの状況の中で、やはりこう生きておると、若い時には気づかんことが、年を取ってやっぱりそういう入院なんかされる、いろんな病気をされる、体の抵抗力が下がってくる、そういう中でやはり家族の方が非常に危険な状態ですよという、ひょっとしたらこういうことも起こりうるんでということがですね、入院生活の中で、医療関係者の方から伝えられる、その中でいつ何が起こるかから、まして今現在コロナで面会時間も1日どういうんですか、時間制限15分とかいうのをよく聞きますが、その中で昨日までは元気じゃった、話しとったとかですね、それが突然病院から電話かかってすぐ来てくださいいうようなことを言って、駆けつけたら間に合わんかったということでですね、そういうふうにどこで状況変わってくるかから、そういう中でやはりいろんな病気を持っておられる中で、最後は誤嚥性肺炎による死亡が起こったということでですね、本当家族の方もある程度覚悟は決めておったけども、あまりにも急な出来事で、頭が整理がつかんかったああいうケースもよくあるんです。私もやっぱりこの人生というものをこう考えた時に、やはり死を身近に捉え出したのがやはり55を過ぎて、特に現在58歳ですが、56歳、7歳、8歳のこの3年間というのはですね、やはり自分に何か起こった時にどうなるんじゃろうかということをですね、やはり考えたりします。死というのはよくよく考えたらすごい不安なものです。私自身も直接仕事柄人の死をこう見て、それを縁として生きておる人間でも、やはり自分自身がやがてこういうふうになるんだろうか、やはり元気な人、そして現役でバリバリ活躍しておる人、それなりに影響力のある人、そういった方でもやはり死というのは現実にいつ訪れるか分かりませんが、やはり先般の安倍元総理を見ておって分かるように、人間の命というのは本当に一言で言うと儚い、そしてあっけない、そしてある日突然何が起こるか分からん、こういうのがやはり見ておって感じるものであります。まさか数分前に死を予測しておるということは全くないわけです。まさかですから、今現在どういう気持ちでおられるんだろうかいうふうに、そういうことをやっぱり自分は考えるんですね。私らも特に交通事故とか、そういうさっきまで元気だったのにという人がやっぱり亡くなっていくというのがですね、先ほど話した病気の誤嚥性肺炎だけの死因でなくてですね、いろんな死というのがこの人間の境涯にはあるんです。本当我々一日一生、朝起きるのが当たり前でなく、朝起きるのがですね、これがほんま奇跡じゃろうというふうに思うことがやっぱりようあるんですね。皆さんもそれぞれ生きておる中で、明日もある明後日もある、やっぱりその考え方は間違いではないですが、明日もある明後日もある保証はほんまないんじゃろうということをですね、いろんな方の死からやっぱり皆さんも得ていただき、やがて自分もそういうふうになるんだろう、決して人事ではない、
人の死というのがですね、オギャーと生まれた人間には必ず約束されたことでもあるんじゃと思うんです。そういう意味で我々は人の死を縁として、じゃあどう生きるのか、これはおそらく永遠の課題になってきて正解はない思うんです。私が人の死を縁として、やっぱりこういうふうに考えよう、こういうふうに思えよういうのはある意味エゴじゃ思うんです。エゴじゃと思うんですが、やはり自分の中で感じたことは口から発信する、そのことによって相手を傷つけることも確かにあるでしょう。しかしながら、やはりいろいろな感じたことというのは口から発信し、やっぱり各々の考え方を聞いてみたいな、そういうふうに思うこともあります。本当人間というのはいつ何が起こるかわからん、そういうやっぱり動物じゃと思うんですね。決して人の死をですね無にすることなく、そしてやっぱり自分の中に落とし込んで生かされとるいうのをですね改めて感じて、今日一日後悔のないように過ごしていきたいなと、そういうふうに思っておる次第であります。今日の動画はですね、そういうふうに最後は誤嚥性肺炎から人間の命というか、人の死を縁としてという話になりましたけども、皆さんにもそれなりに考えていただいて、何か命に関すること、そして考えられたことありましたら、この動画コメント欄にお寄せになってください。以上でございます。